矢野杏奈は日本のモデル、歌手。2019年3月より杏奈矢野として活動を開始した。神奈川県出身。青山学院女子短期大学在学中に原宿でのスカウトをきっかけにモデルの仕事を始める。青文字系、ファッション雑誌のメール、セダ、スープなどで活動するほか、国内外のイベントのファッションショーに出演している。 原宿ファッションを中心に、ケラ、ゴシックロリータバイブルなどで、ロリータ系も着こなし、青文字系雑誌以外に、男性ファッション誌への出演もある。2013年8月、シングル、シェイプ・マイ・ストーリーをリリースし、歌手としての活動も開始する。2014年1月には、音楽プロデューサー、KZ のソロプロジェクトライブチューンのシングルに、ライブチューン・アディングヤのアンナとして参加し、 オールオーバーを歌う。同曲は KZ が様々なゲストボーカルを迎える、ライブチューン・アディングシリーズの集大成となるアルバム、と、に、深瀬せ、流院賞他による歌唱曲とともに収録された。2015年10月には、KZ とライブユニット、ライブチューンを結成、11月に行われたデビューライブで、ミルキー・ラリー主題歌を演奏する。同曲は、 ワーナーミュージック、ジャパン系列、アンボードレーベルの設立5周年記念アルバム、フィール、アンボードグレーテストヒッツに、キャリーパミューパミュー、ゲスの極みを止め、他の曲と共に収録される。同年5月に、ライブチューンとして、最初の EP、スイートクラッパーをリリースする。ヤノは、神奈川県立江北高等学校在校中に、軽音楽部のバンドで、 ボーカルとギターを担当するなど、当初から音楽への意識が強く、音楽系アーティストも要する、事務所にモデルとして入った後は、音楽活動へのアピールも続けたという。2014年より、テレビ番組、かわいいアジアに出演、ラジオ番組にも、定期、不定期に出演している。2015年5月には、かわいろをコンセプトとする写真集、矢野、アンナメイドイン。 原宿ボリューム1が刊行される。また2014年以降、遊びシステムが展開する、もしもし日本プロジェクトの一環として、ジャパンエキスポ、ハイパージャパン、スーパーガールズエキスポ、J ポップサミットや、タイ、ベトナム、ミャンマーのイベントでのファッションショー、ライブコンサートにモデル、アーティストとして出演している。ファッション、音楽とともに、アニメへの関心も、 非常に高くアニメ原宿可愛いアイコンとして日本のポップカルチャーをグローバルにアピールしている2019年3月より独立。個人的に活動を始めた。ありがとうございます。